じゃん、皆さんこんにちは。今日の天気予報をします。今日は人生続きについてお知らせします。はい、ということでですね、接続機って言うとなんだそれって思いますよね。そうなんです。はい、なんだそれって感じなんですけど、接続機っていうのはですね、要はですね、電球の受け口だったり、あと電気の受け口だったりとか、あとコンセントになるんですね。要はですね、電気がこうやって後ろからね、1次側から通ってくるんですけれども、1次側と2次側、2次側っていうのはまあ使う方ですよ。要は簡単に言うと家の中ですね。はい。っていうのをつなぐものが接続機になると思ってもらえればと思います。はい。で、その接続機っていうのはですね、まあ家の中に電気取り出すときって、まあどういうところがありますかね。はい。ほとんどね、まあコンセントだと思うんですけれども、コンセントですね。あと、まあ電気の場合はコンセントじゃなくて、まあ電球そのままピカンしますから、電球の受け口っていうところだと思うんですね。はい。っていうような感じで、まあ主にですね、ソケットっていうもの、それからシーリングローゼットっていうもの、あとはもう接続差し込み機。なんだそれって感じ、コンセントですよ、コンセント。まあその3種類があるかなと思ってもらえればと思います。ということでですね、今日はその接続機ですね、について見ていきたいと思います。まあ電気がですね、はい、活用されるとこに接続するものですからね、夢がありますよね。はい。はい。ということでですね、はい、まず接続機なんですけれども、はい、じゃあもう、はい、まずじゃあ一つ目、ソケット見ていきたいと思います。で、ソケットっていうのはですね、はい、ランプレセクタブル、キーソケット、線付き防水ソケットとかいろいろあるんですけれども、要は電球を接続するための受け金、電球のね、このネジネジがあると思うんですけれどもね、はい、っていうところをですね、ネジネジして、はい、接続するものが、ソケットになるんですね。はい。これ見てください。これがですね、ランプレセクタブルって言うんですけれども、こんな感じでね、なってますよね。で、これ、はい、一次側からですね、こうやって、差し込み電線から繋がれてきて、はい、ブレーカー取って繋がれてきた、こうやってね、ケーブルがあるんですけれども、これが、はい、皆さんこれね、実技で、技能で出ますからね。そんでその後ね、屋内配線で設置するものなんですけれども、こうやって裏側取ってですね、まあ、ここにね、壁とかね、天井とかにね、これがついてるわけですよ。で、あ、受け金があるって言って皆さんがね、電球買ってきてね、ここにネジネジしてね、スイッチ押すと、ピカーって光るんですよ。ロマンですよね。はい。で、この受け金があるもののことを、これソケットって言うんですね。はい。で、これはそのうち一つのランプレセクタブルというものなんですけれども、はい。このね、サイズっていうのがあるんですね。まあ、直径なんですけどね。はい。っていうのがあればですね、白熱電球も、はい、放電灯も LED 電球も接続することができるんですね。はい。よくね、LED を買いたいっていう時に相談を受けるんですよ。LED って普通のこの家に接続できるのか、LED に対応してる家じゃないとダメじゃないのかってお聞きするんですけど、そんなことないです。この受け金のね、このね、抗菌のね、サイズっていうのを電球合わせてもらえれば LED 電球を挿すことができます。ちなみにね、はい、これ、電球のね、受け金がね、これ、ソケット。これ、ランプレセクタブルなんですけれども、はい。あとですね、他にも一応種類見ときましょうか。あと、キーソケットっていうものと、線付き防水ソケットとかね、あるんですけれども、これに関してはですね、この、電球の抗菌の直径が合えば、差し込むことができますと。で、抗菌ね、よくね、電気屋さんとか行ってね、電球缶を、LED 缶をって言ってるとですね、はい、E なんとか、E26 とか、E17 とかね、そういう風に書いてあるかと思います。で、その E なんとかっていうのがですね、このね、サイズなんですけども、直径です。26とか17っていうのは。で、家庭用に関してはですね、はい、E26、E17 がほとんどなんですけれども、E26 がね、一般的に多いかなって思います。で、このね、E っていうのはですね、はい、これ実はですね、電球を発明した、そうです。エジソンさん、あ、ガチャでした。エジソンさんの E なんですよ。はい、ということで、E なんとかってっていう風になってるわけですね。はい、豆知識でした。ちなみにエジソンさんは試験では出ません、残念ながら。なんだよって感じですよね。はい。はい。ということですね。これがソケットでした。じゃあ2つ目のね、シーリングローゼットいきたいと思います。はい、じゃーん。はい、これ、絵描きました。で、これね、天井にね、ついてんですよ。はい、大体ね、この、引っ越してきてよくね、電気ついてない時って、このシーリングローゼット、むき出しの状態だと思うんですよ。で、ここにね、電気買ってきて、これ、ネジネジってつけるんですけれども、これです。天井の下面に取り付けて、電灯コードを吊り下げるための接続器です。ねじ込み式、引っ掛け式のものがあります。で、これは丸型、引っ掛け式の丸型ですね。こうやってガチャってやってクッて回すとくっつくやつですね。はい。これね、一番一般的かなって思います。まあ、電気つけるやつ、はい、です。で、次、差し込み接続器、はーい。しっかり、はい。で、これね、差し込み接続器ってね、コンセントのことなんですね。で、私がですね、このね、勉強してるときにですね、実家帰ってですね、差し込み接続器どこだっけって聞いたら、無視されました。はい。なんで、コンセントです。コンセント。試験問題ではこうやって出るけど、コンセントですね。はい。屋内配線とコードまたはコード相互の接続に使用する接続器です。まあ、要は電気取り出すとこってことなんですよ。で、一般居住内で見られるコンセント。まあ普通のね、コンセントっていうのはですね、まあ家にあるコンセントね。あ、これスイッチでしたね。はい。で、コンセントあるんですけれども、そのコンセントとかね、あとね、雨をね、防ぐお外にある。お外にね、ベランダとかね、お庭にコンセントある方いると思うんですけれども、このね、屋根がかかったやつとかね、あるんですね。とかっていうのもあります。で、試験対策で重要になってくるのが、今回ね、書いたんですけどね。はい。コンセント、刃受けがありまして、その下に設置極がついているもの。あとはさらに設置端子がついているもの。っていうのがあるんですね。っていうのが、結構試験には出ます。で、これはね、はい、覚えてくださいね。設置極、設置端子付き、コンセントっていうもの大事になってきますね。で、これもですね、まあ、技能試験に出るんですけどね、コンセントの種類っていうのはですね。はい。で、コンセント。まあ、要はですね、この差し込むとこっていうのね、刃受けっていうんですね。これ、うさって、うおー、受けたって、はい、刃受けです。覚えましたね、今のくだらないので。はい。で、刃受けがありまして、で、このね、下にですね、なんかこう、もう一個刺さるものがあるんですよ。だから、ブスっていうのの下にもう一個ね、差し込むのがあるの。それが、設置極もついてるコンセントに対応してるものなんですけれども、これ、3つ入る。これ設置極付き。で、なんでね、設置極をつける必要があるかっていうと、漏電のね、心配があるんですよ。皆さんね、設置をするときっていうの、設置工事ありますよね。D 種設置工事っていうのがね、第二次電気工事士だとあるんですけれども、なんでかっていうと、漏電の危険のある場合に、その地面にね、電気を流させるんですね。漏電が起こった時に。っていうことで、これ電気機器にも当てはまるんです。なんで、そういった、水気の多い場所だったりとかね、そういうところの、電気機器っていうのが使われるコンセントはですね、この設置極とか、あと設置端子っていうのがついてるのが望ましいんですね。はい。で、設置端子っていうのはですね、よくコンセントになんか下の方にね、電線がビロビロって伸びてるのあると思うんですよ。あれをつなぐとこなんです。あれが、設置極で、裏側、一次側で地面までつながってるんですね。だから、なんかね、漏電しそうとかね、いう時とか、っていう時に、そのままだとね、電気がね、過電流になって火災するんですけど、それを地面に逃してくれるっていう役割があります。だから安全対策なんですね。このね、設置極と設置端子付きコンセントっていうのは。で、例えば、じゃあどういうところのコンセントにあるかっていうと、まずね、台所、洗面所、トイレなどで使用されるコンセントに関しては、まあこれがついてるのが望ましい。はい。電気冷蔵庫、電子レンジ、電気食器洗い機、電気洗濯機、電気衣類乾燥機、温水洗浄式便座ですね。とかっていうのはこのコンセントになってると思います。まあ後でぜひ見てくださいね。はい。で、コンセントの刃受けの形。っていうのはですね、これ試験出ます。で、私がね、前期試験受けた時はですね、なんとですね、超ややこしいのが出たんですよ。はい、だからもうこれ覚えてくださいね。はい、何回か見ればね、覚えますから。はい。で、コンセントにはですね、プラグを差し込みますが、プラグの型刃が差し込まれる穴のことを刃受けというんですね。でこのコンセントの刃受けの形状っていうのはですね、使用電圧とコンセントの定格電流ごとに決まっているんですね。はい、代表的な形状は次の通りですということでですね、はい。使用電圧、単層 100V、単層 200V、三層 200V ということでね、分かれてたと思います。これもね、復習でね、ぜひね、結構昔になるんですけれども、ね、配電のところでね、あったと思うんですね。はい。まずね、単層二線式、単層三線式、三層三線式ってあるんですね。で、単層二線式っていうのは 100V しか取り出せませんけど、単層三線式がね、多分ね、皆さんのご自宅が一般的かなって思います。っていうのはですね、はい、中に中性線があるんですね。はい、っていうのがあったりとか、あと三層三線式っていうのはですね、もうね、入り口から、線間電圧200Vっていうことでね、持ってきてるものがあるんですけれども、まあちょっとね、これ復習してください。はい、この動画で。はい。で、というのは置いててですね、その、単層 100V、単層 200V、単層 200V っていうのでですね、変わってきます。で、この、普通の設置局がついているものと普通の設置局ついてないものというものでね、また形が違うんですね。で、15A、20A 対応のもの。で、20A ですね。15A を兼用できる。で、15A は 20A ダメ。15A と 20A っていうのでね、はい、形が変わってくるんですね。はい。では、単層 100V 見ていきましょう。はい。15A、一般の設置局ついてないものの 15A に関しては、これですね。はい、左が長い。はい。で、設置局ついてるのは、もうそのまま設置局がつきます、下に。はい、こっちも一緒。20A も一緒。20A になったらですね、今度は左側が、このテトリスの、なんかこういうやつ、はい、になるだけですね。はい。で、今度設置局がつくと、設置局つくっていう感じになります。はい、割とね、覚えやすいかなと思います。はい。で、次ですね。単層 200V、単層 200V に関しましても、これ分かれてますね。で、今度設置局ついでない 15A に関しては横になってるんですね。コンセントがですね、横向きに2つ。まあ、こういう目の人、ですね。はい。で、設置局つくと、ってなる。こうやってなる。はい。ですね。設置局がつきます。こうやって細い目で、ってなるって感じですね。はい。で、20A に関しては、今度ですね、これがね、どっち側がこの下にピッて出てるかなんですけど、はい、内側がですね、内側が下にピッて出てるやつですね。横の目で内側が下にピッて出てる。っていうのが設置局ついてない。で、設置局つくとそれに設置局つく。って感じになるんですね。内側がピッてなって、左側がなんか維持されてるんですね、いつもね。はい。はい、っていうのが、これね、試験出たんですよ。はい。っていうような感じになります。はい、次。3層 200V。はい。これはですね、結構大きい電流を使うものになりますので、15A だけっていうのはないです。15A、20A、同じになってます。で、3層を、200V に関しては、はい。一般のものに関しては、なんかもう今度悲しい。横目から今度悲しいになった。悲しい人。はい。で、これはですね、はい、ついてるんですね。この3層ですからね。はい。この3つ刃受けがあります。悲しい人。なんか、あれですよ。オウムの叫びみたい。なんだっけ？オウムじゃない。なんかの叫び。あ、ムンクだ。ムンクの叫びみたい。で、設置局付きになるとですね、今度、なんか、お城みたいになりますね。囲ってる、城囲いみたいな感じになるんですけどね。はい。まっすぐと横と下に一本線が入るみたいな感じになります。三層ですからね。はい。基本的に3つありまして、設置局がつくと4本穴があるっていうような感じになりますね。はい。っていうような感じで、このコンセントの半径についてはね、出ますのでね、はい、ぜひね、復習していただければと思います。復習はね、基本的にね、寝る前と明日の朝と1週間後っていうね、3セットで行っていただくと、基本的にね、覚えていただけるんですね。はい。これ本当ですよ、本当。そう。忘れた頃にやってくるって言うじゃないですか。はい。忘れた頃にもう一回やるとね、覚えますからね。はい。ということで、今日は接続器についてお伝えしました。皆さん今日の天気予報を終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃーい。食事してねー。